はい、皆さんこんにちは。管理栄養士のダンでございます。今回はですね、体の中のですね、筋肉とか、体脂肪とか体重とか基礎代謝量とかをですね、より正確に、測定できるインボディについてちょっと皆さんに今回ちょっと紹介していきたいと思います。皆さん、インボディってご存知ですかね。知らない方も結構いると思うんですけど、インボディっていうのはですね、例えるならですね、家庭用体重計あるじゃないですか。あれの完全上位互換バージョンですね。インボディで何ができるのかっていうとですね、体重はもちろんですけど、筋肉量とか体脂肪量とかミネラル量とか、あれですね、骨とかの成分ですね、体水分量とかタンパク質量とか、どの部位にどのくらいの筋肉がついてるのかっていうところまで、あとは基礎代謝量とか、自分がどれくらい何もしないでカロリーを消費するのかについて、測定ができるんですよね。それも家庭用体重計より精度が高いという特徴があるんですよ。はい、これがですね、ダイエットとか、ボディメイク、その僕みたいに増量していたりとか筋肉を増やしたりとか、体重を増やしたりする時のための、評価の重要なデータの一つになり得るんですよね、このインボディというのは。で、今回はですね、このインボディのですね、メリットとか、ダイエットとかボディメイクとか増量、筋肉を増やすことに対して、どんなメリットがあるのかについて、ちょっと今回皆さんに紹介したいと思います。そもそもインボディっていうのはですね、日本の会社なんですけど、その今グローバル企業として活動してるんですけど、日本初めてですね、韓国とか、ヨーロッパとかアメリカとかを採用されている体組成装置なんですよね。体重計の上位互換バージョンですね。で、医療現場でも使われているので、それだけ正確性があれなんですよ、あるんですよね。信頼もされているということなんですよ。で、日本においてはですね、病院をはじめフィットネスジムとか、福祉施設とかにも、設置されていることがあるんですけど、僕はインボディ測っているんですけど、これがインボディ の僕が測ってるそのあれなんですよね、推移なんですけど、こんな感じで、同じところでですね、そのインボディを測っていると、こんな感じで、月ごと、僕は月ごとに測ってるんですけど、その推移を見られるようになるんですよね。こんな感じでですね、1ヶ月目、2018年の10月から測り始めたんですけど、最初81キロで、筋肉量 66.2 で、体脂肪が 13.6 だったんですけど、これは、一番新しいのはですね、2019年の2月28日のデータなんですけど、これは、84キロ体重がめっちゃ増えてます。3キロぐらい増えてますね。で、筋肉量も70キロに到達して、4キロぐらい増えてて、体脂肪率は12% に落ちているという結果なんですよね。こんな感じで、推移を見られるんですよね。で、その他にも、部位別筋肉量って言って、あれですね、腕とか体幹とか、下半身に、それぞれどのくらいの筋肉量がついているのかっていうのも、測ることができるんですよね。で、その他にもですね、体脂肪率だったり、それに基づいた BMI っていう、肥満度の指数も測ってくれたりはしますね。基礎代謝量も測ってもらえるっていうのも結構、便利やなって思いますね。はい、その基礎代謝量からですね、自分に必要な、エネルギーとかカロリーとかを割り出して、それに基づいて、食事とかの計画を立てたりとかすることもできるみたいですね。これがですね、あれですね、ダイエットとか、筋トレになんで効果的かっていうとですね、目に見える正確なデータっていうのは、修正するための指針、その道しるべになるわけなんですよね。1ヶ月ごとに測るとしたら、その1ヶ月後のデータが、体重増えてたら、増えてたね、今月はこのまま行こうかとか、もし体重が減ってたりしたら、もう少し食べる量を増やそうかとか、そういった評価ができるわけなんですよね。データが積み重なっていくとですね、様々な分析もできますしね。客観的なデータの推移、というのは、結構そういうダイエットとか、ボディメイクに関して、重要な、要因の一つにもなりますよね。もちろんそれはですね、家庭用の体重計でも、もちろん大丈夫なんですけど、正確性に欠ける製品もありますので、周りにそのインボディの環境がなかったら、仕方がないことなんですけど、できたらこういう、なんていうんですかね、医療機関からも信頼をされているこういうインボディの、体組成装置を利用してみるっていうのも一つの手ではないでしょうか。はい、
今回はまあそのインボディについてまあちょっとまあ紹介をしました、まあ、もしそのダイエットとかまあボディメイクをする上でまあそのインボディ活用してみようかなという方がいらっしゃいましたら、まあ概要欄にもまあそのリンクを貼ってますので、もしよかったらちょっと覗いてみてください。ご視聴ありがとうございました。